よ。今日も貴重な一品を揃えてるぞ。おお、その資材真相から持ち帰ってくれたのか。これは貴重なものだ。ありがてえ。礼と言っちゃなんだが、次回までに取り扱う嗜好品の種類を増やしておくよ。よう、今日も貴重な一品を揃えてるぞ。旧世代の資材を持ってるなら嗜好品と交換するよ。また必要に。どうしたのです？石膏部隊の決死の報告のおかげで、ついにクイーンの居場所が特定できたって。夜叉の率いる部隊か。さすがだな。俺たちの部隊にも出撃命令が出てる。総力戦だ。気を引き締めていくぞ。ちょっとデイビス、聞いてるの？おお、すまない。すぐに準備をしよう。何やってんだデイビス。敵陣のど真ん中で一人でほっつき歩くバカがいるか。すまない、助かった。暴走の兆候が出てる。急いで治療に戻らないと。まったく、どうしたんだデイビス。ここのところずっと上の空じゃないか。悩み事があるなら相談してよ。仲間でしょ。ああ、そうだ。ある人を探しているんだ。レブナントとして蘇った時からずっと。名前はジェシカ。まだ人間だった時だ。俺の婚約者だ。この記憶は、まさか俺の。お前、どこでこれを。真相、やはりそうだったのか。道理で、どこを探しても見つからないわけだ。俺は記憶の欠損が激しくてな。人間だった頃の記憶は、ほとんど残ってないんだ。デイビスというこの名前も、レブナントとして蘇った時に適当につけられた名前でな。たった一枚手元に残っていた写真に写る一人の女性。この女性が誰なのか、今までずっと思い出すことができなかったか。こちらの都合で申し訳ないが、よろしく頼む。この頃はまだ名前を覚えていたんだな。度重なる戦いの中で、いつの間にか名前さえ忘れてしまったのか。どうせ死ぬことはないと、死に戻りを繰り返しているうちに大切なものを失っていたんだな、俺は。よう、何の用だ？
いおい、マジか。こんなに状態のいい日本酒まだ残ってたのか。早速今夜は酒盛りだ。また飲みすぎてルイに怒られないようにしないとな。ありがとうよ。何度もありがとう。それじゃあな。よう。カメラじゃないか。こいつを俺に。嬉しいことをしてくれる。俺には一切の記憶がない。だからたくさんの思い出を残しておきたかったんだ。ありがとう。大切に使わせてもらうよ。何事も体が資本だ。おいおい、さすありがとうよ。それじゃあな。みんなの探索、どの吸血ガスを強化。それじゃあ気をつけてね。どこまで広がってんだここは。さっきも言ったが、あぐれるなよ。お、使えそうか。長いは遠慮したい場所だな。
備えあればな。おら！敵を見つけた。いきなり突っ込むなよ。出し物だ。長いは遠慮したい場所だな。そうか。ここにも高台があるな。足が取られるな。納得いくまで準備しな。おら！お楽しみの時間だな。長いは遠慮したい場所だな。意味ねえぞ。どうだ。
ただいとかないとな。足が取られるな。少し辺りを見渡してみようぜ。いつでもどうぞ。下がって再現しろ。それおお、これでどこまで来たか分かるな。とりあえず必要なら登ってみるか。足が取られるな。お、使えそうか。そいつは掘り出し物だ。ふう、狭かったな。
どうだ。あった。水に足を取られるなよ。長いは遠慮したい場所だな。悪い、すぐ行く。長いは遠慮したい場所だな。使えるもんはいただいとかないとかな。質より量って感じだな。一旦引くのも相手からな。やったな。足が取られるな。備えよ。
くねえぞ。いつでもどうぞ。仲間なんだ。それ見過ごすわけにはいかないだろ。長いは遠慮したい場所だな。備えあればってな。足が取られるな。今行く。待ってろ、今行く。
大体そいつは掘り出し物だ。見殺された俺たち。よし、ここから泉の流れをたどる。少し待っていてくれ。どういうことだ。旧市街地に戻れということだろう。何か見落としがあったのかもしれない。とにかく一旦旧市街地に。ヤクモ！女一人で血類狩りか。殊勝なことだ。私だって手荒な真似はしたくないの。おとなしく血類を渡してくれる。嫌だと言ったら奪い取るだけ。遅いな。ミアから離れろ。ニコラ、どうして出てきたのよ。だってミアが暴走しかけてる。血類を狙ったのはその子のためか。この子に手を出したら心臓をえぐり取るわよ。ほら受け取れ。そいつのためだ。早く飲ませてやれよ。ダメだよ、これはミアが飲まないと。バカなこと言わないで。ほら早く飲んで。症状が回復しない。なぜだ。足りないのよ、きっと。血類を集めないと。おい、お前一人じゃ無理だ。ありがとう。でも大丈夫だから。さあ行こう。なあ、悪いんだけどよ。ああ、分かっている。おうぞ。はあ、正気かよ、ヤクナ。助かったぜ。静かに、そんなことを。よう、今日も貴重な一品を揃えてるぞ。うん、お前と組むのも悪くなさそうだな。旧世代の資材を持ってるなら試行品と交換するよ。
また必要になったら会いに来てくれ。必要になったら。ありがとうよ。めぼしいものは見つかる。それじゃあな。どの武器を。それじゃあ気をつけてね。どうしたのです。ここら中化け物だらけだ。ここから早いとこ逃げ出さねえと。待って、リキ、さっきの戦いで怪我人が。ナモを置いていけ。怪我人の重りなんてしてたら命がいくらあっても足りねえぞ。この先に確か檻に囲まれた建物があったはずだ。一旦そこに避難しよう。はあ、正気かよ、ヤクナ。負傷者が回復するまでここに残るだと。外を見てみろ、化け物だらけだ。今は動ける奴だけでも協力して活路を見出すべきだ。そのために仲間を見捨てろってのか。だったらここで死んだ方がマシだ。もうついていけねえよ、お前には。俺たちだけでも生き延びてやる。じゃあな、ヤクナ。これは昔の仲間たちの記憶をたどっていけばわかるんだろうか。あいつらが今頃どうしているのか。仲間を見捨てないか。俺はこの時リキを、リキについていった仲間たちを見捨てちまったようなもんだよな。結果残った俺たちは全滅した。もしもっと話し合っていれば全滅だけは免れていたかもしれない。ありがとな。でもよ、たまに考えちまうんだ。あいつらは俺を恨んで死んでいったんじゃないかって。今更考えたところで答えなんか出ないんだけどな。それではご無事で。
見ろよ、水面が下がってるぞ。やっと深みから出られたか。お、使えそうか。敵だ、近いぞ。いつでもどうぞ。これなら無事に移動ができそうだ。備えあればってな。上々ってとこか。お目覚めか。これですっきりしたな。なんか手こずらせやがって。そいつは役に立つな。海に追い込まれるなよ。この調子で行こうぜ。水を引かなかったらやばかったな。
使えそうか。どこ行った？まさか、はぐれたのかもしれねえ。俺たちも探しに行くぞ。足が取られるな。まだ遠いが、何かいるな。クソが、お前それ。当たり次第に食い散らかせやがって。長いは遠慮したい場所だな。すぐ行く。足が取られるな。バキの穴に気をつけろ。そういやこの辺水がないな。長いは遠慮したい場所だな。備えあればってな。安心して背中を預けられるな。さて、中身は何だ？足が取られるな。いつでもどうぞ。
だか。そいつは掘り出し物だ。俺と。よし、いい目印だ。お、宿り木か。助かったぜ。新しい武器を追加したよ。どの武器を強化したい？どの吸血が？それじゃあ気をつけてね。どうしたのです？孤立した部隊を助けに来て、気でも触れたか、ヤクモ。殺されに行くようなもんだ。大切な仲間なんだ。見過ごすわけにはいかないだろ。てめえはいつもそうだ。人の意見なんて聞きやしねえ。援護は一度きりだ。あとはお前が何とかしろよ。ヤク、てめえだな。俺たちの商売を邪魔したのは。商売ってのは浪客品の横流しのことか。お前らがやってんのはただの盗っ人だ。リキ、みなしごだった俺たちが、わけもわからねえままに、御堂に何もかも奪われちまった俺たちが、自分より弱い奴から奪ってどうすんだよ。いい子ぶりやがって。てめえのそういうところが気に食わねえんだ。
表に出ろよ。今度こそ白黒はっきりさせてやる。どっちの方が上かってこと。少しは手加減しろっつうの。お前相手に手加減なんてしたら死んじまうからな。いけすかねえ野郎だぜ。負けず嫌いというか、なんというか、力にはガキの頃から目の敵みたいにされててよ。何をするにも意見が合わないことが多くて、しょっちゅう喧嘩してたような気がするな。お世辞にもいいやつとは言えねえが、自分の気持ちに正直でまっすぐなやつだった。よし、行くか。足が取られるな。ニコラ、なぜ？ごめん。安心しろ、一月で終わらせる。待って、今のは。おい、急ごうぜ。使えるもんはいただいとかないとな。
あの燃えてるのは。この野郎！くそ！どこに行きやがった？この灰は、あの子の。何か来る。いや、行ってくるね。すまないが、時間だ。あんまり寝坊しちゃダメだよ。いや、きっと怒るだろうな。入れば二度と外には出られなくなる。本当にいいのか。うん、ミアは僕が守るから。敬意を払うな。お前はその覚悟を。記憶はあの子の。でもどういうことなんだ。雪の降るこの記憶はあの子の。でもどういうことなんだ。雪の降る山、ここに何が。一緒にいたのは間違いなくあの男だよな。二
人は知り合いだったのか。どうなってんだ一体。あの光景は一体。まずい、ロストが始まりやがった。早く血流を。よし、収まったら一度拠点に。